皆さんはご存知でしょうか。史上初めて地球から火星を目指して打ち上げられた動物のことを。 2000XX 年、日本の当時の式田首相は低迷する内閣支持率の向上と国政の重要課題から国民の目をそらすために火星へ動物を送り込み一定期間生存させる国家プロジェクトを発案しました。動員された科学者たちは動物実験を繰り返し、火星へ派遣するのに最も適性のある動物は枝豆であると結論付けました。プロジェクトチームはこの枝豆をズンダモンと名付け、宇宙環境に適応するための訓練を課しました。訓練は過酷なものでしたが、ズンダモンは期待通りの素晴らしい生命力で全て訓練をクリアし、 2000XX 年11月3日、火星へ向けて打ち上げられました。打ち上げは見事に成功し、地球の管制塔に集まっていた関係者たちは声を上げて喜びました。しかし打ち上げ後5時間ほどで事態は急変。ロケット内の気温調節機能が故障し、ロケット内は氷点下の極寒状態となりました。ズンダモンがあまりの寒さにもだえ苦しんでいることを示すデータが次々と地球へ届きますが、地球にいる科学者やエンジニアたちには何もしてあげることはできません。間もなくしてズンダモンのすべての生命反応が途絶えました。ズンダモンはロケットの中で凍死したのです。地球の管制塔は打ち上げ直後とは打って変わって深い悲しみに包まれ、多くの関係者が涙を流しました。特にズンダモンの訓練を担当し長い時間を共にした職員はひときわ悲痛な声で泣き叫ぶのを我慢できませんでした。その後、首相官邸より命令が下り、ズンダモンの死亡事故は隠蔽されることになりました。国民にはズンダモンが無事に火星を目指して宇宙を旅しているというニュースが流されました。